こんにちは、ベースのモッキーと申します。今日はですね、ドロップ D チューニングの仕方ということでですね、ちょっとヘビー級のね、ちょっとねベースでちょっと重低音の感じでね、予言ベースでもね、あのチューニングをねちょっとね、変えるとねヘビー級のねちょっとドス狂いのねちょっといけますのでね、これ今日はですね、ちょっとそれを教えたいと思います。まずねチューナーでですね、こういうねクロマチックチューナーといってね、普通のね4弦3弦2弦1弦っていって、普通のノーマルチューニングしかできないようなチューナーじゃなくて、こうやってねD とか A とか、C とか G とかこういうこういうやつですね。例えば一番有名なのはこれですね。これが結構ね使えてね、このクロマチックチューナーっていうのを使ってるんですけど、これで、EADG ってこれでノーマルチューニングできるんですけど、このね E の部分をね、1音下げ、もっと低い音のね1音下げにこうするんですよ。でその時にねこれがあるとね、この D にこれが D ってなるところで合わせるだけでいいので、そのドロップ D チューニングがすぐできちゃうんですね。ただこのクロマチックチューナーを持ってない人はどうやってこう一音下げにすればいいかっていうとね、ちょっとノーマルチューニングに一回しますね。した状態で今ノーマルチューニングですね。このノーマルチューニングの状態で、ちょっと気合で一音下げにする方法になっちゃうんですけど、ここの何ですかね、1、2、3、4、5、6、7フレット、このね予言の7フレットの音を A の音にすれば、そのままこの一音下げこうずれるんで、その時にこの3弦の開放弦、3弦の開放弦の音が A の音ですよね。この A の音とこの予言の7フレットの音、ここの音を一緒の音にするように合わせると、ドロップ D チューニングになります。もしそのチューナー持ってない人、このクロマチックチューナーってまあでもね2000とか3000ぐらいなんで、これ持っとくとね、結構ねかさばらないしね結構便利です。で、まあ、最初にベース始める方はクロマチックチューナーっていうのを買った方がいいかなと僕は思います。後でねいろいろ買うよりは。なんで、まあ、もし持ってない方は今のこの合わせ方、この3弦の開放弦と4弦の7フレット、これ今揺れてますよね、合ってきましたね。4弦の7フレットと3弦の開放弦が一緒の音、そうするとねこれがね、この4弦のこの音がね一音下げになって、ドロップ D チューニングになってます。重低音になるんですけど、4弦ベースの人はねなかなかその重低音っていうのをちょっとできないときはね、こうドロップ D チューニングってやるといいと思いますので、でノーマルのときどんな感じかっていう
時がね、こういう。まあ、普通の感じですよね。この普通の感じから、でした。できればチャンネル登録ももしよろしければよろしくお願いします。ここにこうこちらって書いてますんで、よろしくっす。さよなら。